ませんけども、明日、明後日といよいよ豊橋鬼祭りが開催されるということで、鬼祭りについてはいろいろとお伝えはしてきたんですが、まあ、吉田城と非常に関係の深い神社でして、なおかつ、まあ、現代につながっている由緒ある祭礼ということで、少し触れて、から本来の方に入りたいです。で、まあ、以前からお越しの方はもうすでにもうかれこれ2年もやってますので、何度も話を聞いてるんで承知のことだと思いますけども、丸山さんがせっかく見えたんで一つだけでも面白いことを覚えていただければ。そもそも鬼祭りの鬼とは何ぞやっていうことですね。前々から申し上げるんですけども、鬼というものの擬人化した格好がこうだっていうのはどういう理由かっていうことは昔話した記憶がありますね。ですから、まあ、それをさらっとおさらいしてい、きたい。まだ初めてご覧になる。とにかく、まあ、この大体こういう角の生えた顔とですね、それからこういう装束を身にまとっているのが鬼のパターン。その前はこうやって緑色の青鬼とかも、それから鬼は豊橋の鬼祭の3つの大きな重要な鬼というのはこの花高天狗と赤鬼とこの黒鬼なんですね。黒鬼がそれであそこで頭撫でてもらうと健やかに育つとかですね、お腹撫でてもらうと妊婦さんが安産するとかということでずっと立ち尽くしてるんですけども、黒鬼が何の役をしてるかっていうと、このまあバトルのレフリーみたいなもんですね。ずっとそれを監視してるんです。ですからこういうからかいとかいろんな神事には直接には絡みが来ないんですけども、非常に重要な鬼の一つなんですね。で、鬼とは何ぞやっていうところに入っていくと、そもそもは何に遡るかっていいますと、方角で忌み嫌う方角っていうことから始まるんですね。で、丸山さん方角でそっち方面は良くない方角だっていうのは、なんていう方角か大体覚えてますか？方角かどうか知りませんが、なんか鬼門だとかいろんな言葉が出てますけど、鬼門はどこに当たると思いますか？一般的に南ではないような気がします。ですね。こっちは居心地良さそうですね。今おっしゃったように鬼門っていうのがありまして、鬼門はこのちょうどここですね。もうこれはさ、北東です。こっちが北東の方角を鬼門と言うんですね。で、なぜそちらが忌まわしい方角、鬼門という名前になったかというと、それがまた秦の始皇帝の方の話に行っちゃうんですね。これ日本列島。当時といいますか、ずいぶん昔、秦の始皇帝の頃にですね、中国大陸には南方の方にやっぱりその、都がありまして、黄河流域に発達した、ちょっといい加減ですよ。まあ、文明の高い文化の盛んな町が開けてですね、ここはその黄河文明というように
非常に肥沃な農業地帯、生産額が非常に高い。ところが当時、北方に騎馬民族が、まあ、彼らもここで暮らしていたわけですけども、やはりこちらに比べると圧倒的に北方の方は、収穫できるものが少ないというのはお分かりいただけると思います。そこで、こちらがですね、収穫時期を迎えて、収穫を終えた頃を見計らうと、この北方の極み肉がその、収穫率ですね、これを収奪に来る、これ収奪してこちらへ自分の部屋に戻る、こういうことがまあ再三繰り返された歴史がありまして、この地方の人たちにとってみると、こっちに住んでいる騎馬民族たちは非常にそのまあ、残忍で冷酷な連中だということを言うんですね。ですから昔はこっちのことを郷土とかっていうふうに、まあ、別称ですね、差別的な言い方で呼んでたわけですね。で、さしずめ、そういう残虐な集奪行為を、まあ、常習的に行う連中っていうのは、鬼のようなもの、鬼の所業だということで、鬼がすごい地域ということで、それでこちらの人たちから見て、この北東の方を鬼どもがやって、まあ、出入りする方角ということで鬼門と。そういうことで、まあ、その中国大陸でのそういう信仰の、方角に対する信仰が、伝わってきて、日本にも伝わってきてですね、日本では北東の方角を鬼門というのです。で、ここで、なぜ鬼がこの格好をしているかということが分かる。この間にで北東っていうのは、今ここで昔の十二支で方角を示したように、北東っていうのは日本の言い方で言いますと、ね、牛トラブたちの牛とトラの中間の方角ですね。牛とトラの中ですから、ここの北東のことを、牛トラで二文字で書くときもありますし、一文字で牛虎と書くとか、で鬼門、その方向にいる人たちの方角は牛虎ということですので、それが、擬人化されまして、
角と、これが虎の牙です。虎の牙。そして、虎の、ふんどし。こういう形になって、牛虎というのが擬人化されるときに、牛の角と虎の牙と虎の顔のふんどしという形に変わって、鬼というものが人間の形をとって日本では定着したということですね。それが鬼門の鬼の意味ですね。鬼のような連中が住む、やってくる、出入りするところの方角ということで鬼門で、その鬼門の方角が日本の方角で言い直すと牛虎の方角で、牛虎ということから牛の角と虎の牙と虎の皮の虫を身にまとったという擬人化が定着したということです。で、前も申し上げましたけども、この鬼の赤色とか青色とかの黒色ですね、これは前も申し上げましたけども、人間が、死亡して遺体となって腐敗が進行していく間に、ある遺体は赤みがかって膨れて膨張していく、ある遺体は青みがかって腐敗していく、別の遺体は黒みがかって腐敗していく。遺体も腐敗も反応症ですね。その昔はその遺体が道端に放置されててということで、いろんなその地獄像紙だとか、いろんな飢餓像紙だとか、そういう絵巻物やなんか書かれてる、それを見たりすると黒い膨れた膨張した遺体が描かれてたり、いろんな色の遺体が描かれてる。だから非常にカラフルはカラフルでいいんですけども、実際はその人間の遺体の腐敗の具合による識別でして、その色に自体には別に意味はないです。そういうことで、鬼の由来ですねっていうのがお分かりいただけるかと思います。